どうも、ファンタビー、見てきました。4月8日最速で、たまたま見れました。今日面白かった。ハリーポッターファンの皆さん、ファンタビーファンの皆さん、ネタバレは、ないようにしましょうかね。まあだから今から見に行く人のためのというか、めちゃめちゃ面白かったです。ダンブルドアの秘密、もう僕3作の中で一番好きやったかもしれないですね。そうですね、ファンタビーの中やった。あ、でもまあ1もいいけどな。でも3作目のこのダンブルドアの、やっぱダンブルドア好きな人はね、もう必見ですね。まあまあ、もう、まあど、まあネタバレじゃないか別に。まあ兄弟のね、あの結構昔の話も出てきますし、あのダンブルドア一族ので、やっぱハリーポッターシリーズのオマージュもすごいあります。今回ハリーポッターファンが、ちょっと一回離れてた人とかも、みんな、うわあれそういうつながりやったんかとか、うわこれ懐かしいみたいなのもいっぱいあります。うん。でまああと、やっぱ魔法のアクションというか、そんなもすごい良かったですね。もうほんまに、まあ、僕と同じ全く趣味の人は分かると思うんですけど、いやダンブルドア4代目ホカゲやんってなります今回。いやもうミラトみたいな戦い方でした。姿現しとかクラマシを使いながらなんですけど、もう時空間忍術にしか見えなくて、僕一人で行ったんですけど、いやもう4代目やんとか2代目やんって言いながら、はい、もう瞬身の術とかそういう、もうすごかった。とにかくアクション、ダンブルドア強すぎるな。ほんでまあまあまあ、あのネタバレにならんように言わなダメなんですけど、まああと、まあいいシーンもありましたね。まあもちろんニュートもね、いいシーンもありますし、なんかやっとキャストがこう馴染んできた感じがします。このなんかハリーポッターでいう、そうやな、不死鳥の騎士団的な、あこの人らとこの人らが戦うんやみたいな、だんだん分かりやすくなってきて、そうですね。やっぱクイニーも可愛いですしね、クイニーもいい動きします。そうですね、ジェイコフも劇場版というか、あの舞台版あれば僕ジェイコフのオーディションは受けようと思っています。すごい良かったな。まあ魔法もいっぱい出てきます。とにかく呪文、見たことない呪文もいっぱいありましたね。好きなんもいっぱいあったな。だからハリーポッターシリーズとか、まあ、ファンタビー好きな人、やっぱ姿現し姿くらまし好きだと思うんですよ。っていう、あのあれがやっぱ多いんで、ダンブルドアがとっくにね得意としてる呪文なんで、そこら辺のバリエーションね、あと姿くらまし姿現しのバリエーション、あとポートキーなんかも出てきますから、ああいうのワクワクするんですよ、ハリーポッターファンは。まあ、JK ローリングさんファンか。そうね、あ JK ローリングどうてるの、いつもローリングストーンズか分からないんで、いつもJK ローリングさんのあのやっぱパターン、ポートキーとか瞬間移動のあのバリエーションはいいですよね。毎回ポートキーの感じとか瞬間移動のバリエーションがまた出てきます。グリンデルワルドもいいです。このボルデモートとはまた違うね、このなんかボルデモート破壊主義というか、結構もう分かりやすい純粋悪みたいなやつやったんですけど、グリンデルワルドはやっぱねすごいね、こう思想的なんですよね。やっぱ思想的に世界に脅威を与えるって、この正義感、自分の、そうやな、自分の考えが理にかなってるとか全く間違ってないやろ、で僕はみんなの敵じゃないですよみたいなスタンスなんで、一番強敵かもしれないですね。もしかしたらある意味ボルデモートより厄介かもしれない、その全員を味方につける可能性もあるんで、このファンタビーぜひ、見に行ってください。一銭もお金もらってませんけど、僕ただただ好きで、告知してます。まあそうですね、まあアクションもあったし、
まあ、あと恋愛模様もね、クイニーとのどうなんのかっていう。いや、よかったな。だからこのちょっと片思いとか今してる人とか、結婚悩んでる人もちょっと背中押される。なんかハリーポッターは結構恋愛模様やってるけど、このちょっと大人なんですよね。なんか一個愛情が深いというか、離れててもお互いどう思ってるかみたいなね。なんかちょっと、なんかヒロイン的な人そんないないですしね、ファンタビって。なんかそこも別に、なんか恋愛のそこまでごちゃごちゃが描かれてないのも、なんか見てて気持ちいいというか、全体的になんかこの魔法界の大人の事情みたいなのが、なんかファンタビな気しますね。ハリーポッターがどっちかというとやっぱり、そうやな、なんかジャンプと、なんか本当に、まあマガジンでもないんか、ちょっといい例えはちょっと出てきませんかったけど、なんか週刊少年ジャンプと赤丸ジャンプ、赤丸でもないか、似てるか、まあまあチャンピオンとジャンプみたいなね、似てるか、まあええか。まあでもファンタビューぜひ見てください皆さん、もう公開しております。ぜひ皆さん映画館にお越しください。僕は一切お金ももらっておりませんが、映画の告知させてもらっております。ご来場の際は、暗い、階段などは転倒に気をつけて、そして、マナーを守って、上映の方を、見てください。そしてまだまだ多分、これからもハリーポッターシリーズ続くと思いますので、皆さん一緒に楽しめるように、またハリーポッターのこの作品解説してほしいとか、解説じゃないな、この作品個人的にどうですかとか教えてください。それでは皆さん、ファンタスティックビーストの世界へ、行ってらっしゃい。ぜひご覧ください。私は出演しておりません、声優でお願いします。そしてですね、あと引き続き、クレヨンしんちゃん、ドラえもんなど優秀なコンテンツも、コナンも、また新作どんどん出ていきます。そして、そうですね、マーベル作品、モービウスというのが、今回新しくできてます。ドクターストレンジもございます。モービウス、ぜひ皆さんご覧ください。クレヨンしんちゃんも新作、ご覧ください。皆さん、映画をどんどん見て映画館に足を運んでください。よろしくお願いします。案件でも何でもありません。映画の告知でした。イニミニレカピカレーライオニメカチカロリパパランパンプッシュ。